日韓議員連盟の河村武雄幹事長と韓国のイナギョン首相が会談したみたいだね。こんな時期に何しに行ったの？ジーソミア破棄やホワイト国除外に関しての会談みたいなんだけど、そこでまた韓国がとんでも提案をぶちかましてきたらしいよ。相変わらず斜め上提案ってか？そうだね。まあそんな感じかな。イナギョン首相は河村幹事長にこう提案したみたい。ジーソミアの破棄と日本側による輸出管理の優遇除外措置をセットで一緒に元へ戻すということはどうだろうか、だって。は？何言っちゃってんの？でしょ？何言っちゃってんのだよね。そもそもホワイト国除外は、韓国側の不適切な事案が問題であって、日本からすれば絶対に必要な措置。ジーソミア破棄は、韓国側が何の理由もなく一方的に行ってきた措置。ホワイト国は理由があり、ジーソミア破棄は理由がない。なぜそんな不釣り合いな事案を、お互いが元に戻さなきゃいけないの？言ってることがおかしいよな、まったく。完全に韓国側に都合がいいだけの、自己中的な提案じゃんか。しかもジーソミア破棄で日本は全く困ってないからね。困っているのは逆に韓国っしょ。まったくイナギョンのやつね。ざけんな。で、イナギョン首相は、ジーソミアの期限が切れる11月までに解決策を見出したい考えを伝えただって。めっちゃ具体的に話してるでしょ。うん、具体的だね。でもね、グレー、実はこのイナギョン首相、河村幹事長との会談後こう言ってるみたいなんだよね。なんて言ってんの？また文句？河村氏の発言は事実ではない、だって。は？どういうこと？イナギョン首相は、セットでの提案は事実ではなく、日本側が先に輸出管理の措置を元に戻せば、ジーソミア破棄を再検討できるという従来の立場を説明しただけだ、と否定したんだって。セット提案よりひどいじゃん。これだと韓国殿下の方と上から目線提案になるよね。しかも河村幹事長も、セットで解決したいという言い方に聞こえたとしたら、それは私の言い方が悪い。セットで、という言い方ではなかったと思うって、なぜか韓国と合わせてきてるんだよね。なんで日本側も話を合わせてんの？めっちゃ意味がわからないんですけど。まあ韓国の主張は、お得意の言った言ってないだから、またかって思っちゃうんだけど。なぜか河村幹事長も、はじめは、セットで解決するよう提案を受けたって発言しているのに、セットで解決したいという言い方に聞こえたとしたら、それは私の言い方が悪い、だからね。日韓議連は日本の味方か？それとも韓国の味方か？日本側からマスコミに対し発言したことが、簡単に変わること自体おかしいっしょ。やっぱり日韓議連は信用できないな。もう解体で一緒。こんな集まり、いらんし。だね。ほんと、いらんし、だよ。まあ今回の会談後、安倍総理は河村幹事長に、根本は徴用工問題の解決が最優先だ。日韓請求権協定は、国と国との国際約束だから、しっかり守ってもらいたい。その一言に尽きる、と言ったみたい。それじゃ河村幹事長は、韓国に行った意味が全くないということになるね。一体何しに韓国へ？やっぱり日韓議連は存在自体無意味だと思う。逆に話をややこしくしてるもん。もう日韓議連いらんし、やっぱり解体しちゃいなよ。日韓議連のイメージがダサがりだね。元から下がってるし。そうだった。